レッジは静岡県磐田市一言にある障害をお持ちの方のためのグループホームです。なごみビレッジは利用者様に生活の場を提供し、日常生活に必要な支援を行い、地域社会での自立を手助けしています。障害をお持ちの方の第二のふるさととして、安心安全楽しいを追求した温かな雰囲気のグループホームです。ホームでの食事はスタッフの手料理です。栄養バランスのとれた豊富なメニューをご用意しています。七夕にはちらし寿司、夏は流しそうめん、中秋の名月には月見団子など、食事の中にも季節を取り入れています。お誕生日には手作りケーキでお祝いしました。時には調理をお手伝いしていただき、自分で作る達成感や楽しさを味わっていただいています。家庭菜園で野菜を育てたり、庭に花を植えて水やりや草取りをしたりと、優しい心を育む工夫をしています。利用者様が意欲を持って仕事に励めるよう、就労先への送迎や付き添いもご相談に応じています。体験就労のお手伝いも行っています。なごみビレッジは利用者様が安心して安らぎのある生活が送れるように、人間関係の構築や環境づくりに心を配っております。困ったことがあれば、いつでも何でも気軽に相談できるよう、家庭的で温かな雰囲気を作っています。見学や宿泊体験をいつでも受け付けております。お気軽にご連絡ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。